そう、羽伸ばしてきます。なんかスペースとかできたらいいね。そう、ツイッターのスペース、あのフリートじゃないんだよね、スペースだよ。ちょっと疎いから分かんないんだけど、スペース、スペースね、できたらいいなって思っちゃうけど、団長が帰省するにあたって母上がめちゃくちゃ溜まってた雪をあの使ってくれて、それこそほぼ団長と一緒にいてくれるみたいだから、ちょっとなかなか難しいかも。カミングアウト、あのね、カミングアウト配信は先に言っとくけど、しない。カミングアウトはしようかなと思っとる。そう、配信ではしないけど、裏でカミングアウトはちょっと勇気が出たらしようと思っちゃって、うん。で、今計画しとるのがローソンに行ってね、あれ見て見てって言って、あれ、ここ、あれ、なんか、あれ、ノエルに似てるねみたいな流れにしようかなって思ってます。下手くそ下手くそ。逆に配信出たいって言われたらどうすんの。いやー、できないよ。母上はね、配信に出しちゃいけないタイプだと思ってて、指名とか言っちゃう気がするんだよね、普通に。なんか、その、それこそ配信とか出たら、あ、うん、すげえ流れてるねって、流れちゃうの、これどうなっちゃうの、ノエルで、あ、そうなっちゃうの、うん、なるほどなるほど。あ、おすすめの食べ物とか好きな食べ物とか聞いちゃうけど、ああれあれ美味しかった、あのさ、近所のさ、スーパーのね、あの丸々のところとか言って、なんか結構やばいこと言いそうなんだよな。めちゃくちゃさ、ド直球でさ、ローカルご飯ローカルご飯とか言いそうやし、そう、なんかめちゃくちゃ怖いんだよな。そっち系、そっち系、なんかポロリしちゃう、本当に口滑っちゃうと思う。そうな、選択肢だけにするの、イエスの、いや絶対イエスノーでさ言う言う、いや言っちゃう、イエスノー以外も言っちゃう、そういう母上なんよ団長の母上は。そう、めちゃめちゃポロリしちゃうからね。そう、なんか、まあ、団長もフレアとかさ、ペコラッチョとかがね、たまに羨ましく思う。それこそペコラッチョをね、あの3期生ライブの時になんか聞いたんよ。え、ペコラッチョのお母ちゃんも見るのみたいな。お母ちゃんもやっぱ見るんライブで言った、うーんみたいな言ってたし、うん、そうそうみたいな言ってて、いやでもなんかスポーンの登録の仕方が大変でみたいな、なんかすごいね、可愛いやりとりを見せてもらって、可愛いなって思って、ペコラッチョのまんま可愛いって思ってさ見てたりとか、あとはフレアが前にちょっといろいろあって、ほら団長がお世話をしたことがあるのね。その時にフレアの母上がフレアと電話してる時に、そういえば今ノエルといるのって言って、あ、お世話になっておりますみたいな感じで、娘がお世話になってますみたいな感じで、そう、ご挨拶してそんな、まあ、フレアの母上だってホロライブに入ってると知ってるし、あとお父さんもね、冗談言い合える仲みたいでね、いいなと思ってさ、そういう家族の支えがあるのもいいのかなって思ったりする。団長はね、やっぱ家族には全く行ってないからさそう、そうなんじゃよ。うん、だからちょっともしかして行ってみようかな。ちょっと待って、あかん、まあ揺れてる。50-50、うん、50-50でね、行きます。